はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。ごほごほごほじゃないか。はい、皆さんこんにちは、れいなです。今日はずっと行きたかったこちらのファームレストラン黒牛の里に来てます。そう、黒牛の里、北半島とか有名。鷹の実家です。実家じゃないよ。実家なんじゃない。ここ鷹の地元。俺の実家お肉屋さんじゃないよ。鷹の地元に来てます。そう、ね、北半島の有名な、はい、鷹も行ったことないし、私も行ったことない。すごく前に一回知多牛の他のレストランに行ったことがあったんだけど、うん、ね、それもぜひこの動画の次に見てみてください。はい、知多牛を食べていきたいと思います。はい、入りましょう。ではでは行きましょう。まあステーキハウスに来てるなら、ね、俺ハンバーグかな。ハンバーグ、ステーキハウスに来てるハンバーグのが なんで俺で知多牛ハンバーグ。俺これにする。知多牛ハンバーグ、美味しそう。味比べ。味比べ？何を比べる？粗挽きと普通のハンバーグと2個ついてくる。うまそう。お肉のあれの粗さ？そう、引き具合。それ面白いね。私それ。オッケー。はい。レナさんは？うわ、ステーキもある。あ、ステーキ。こういう…これ。見て、みんな見た？これ。一番高いやつをただ選んだだけ。別に一番高いやつは選んだわけないよ。私はいつもヒレ好きだもんね。ヒレが食べたい。じゃあヒレステーキにしますか。イエス。この味比べハンバーグで、それにこの B のランチセットができるんですか。はい、できます。味比べ。サラダ来た。おかわりできるって言われた。食べ放題サラダ。食べ放題サラダ。いつでもおかわりおっしゃってくださいねって言った。何杯食べる。初めて聞いたかも。うん、おいしい。カプレーゼ来た。イエス。めっちゃうまそう。たか、カプレーゼは何か分かってる？トマト と、モッツァレラチーズのオリーブオイルかな。で、これは何？それはね、ミント、バジル、違うと思う。バジルだと思うよ。はい、ありがとうございます。サラダも来ました。ありがたき。ありがたき。ありがたき。トマトとモッツァレラを一緒に食べる。なかなか珍しいね。食べようとしてカプレーゼがあるの。あれ、イタリアの食べ物だよ、ね。うん、このめっちゃ美味しい。うまい。だから北半島の野菜美味しいからね、そもそも。モッツァレラは野菜じゃないよ。あ、モッツァレラ。トマトのこと言ってるかと思った。話聞いてない、いつも通り。そう、両方ともステーキ用ってことですね。ステーキ用です。はい、はい、でもあのハンバーグにも合いますので、はい、あ、そうですね。はい、はい、新玉ネギのスープ。新玉のコーンスープ。なんかコーンスープじゃないか。超美味しそう。あ、違うか。コーンじゃないか。新玉スープか。甘いんじゃない。新玉スープ。あんなに今日話聞いてないね。何が。昨日飲みすぎましてね。頭がガンガン痛いです。うまそう、うん。めっちゃなんかクリーミーで濃厚な。甘い。うん、甘甘。野菜って甘いからだ。うん、そう、さっきのトマトも甘かったし、これも甘いし、本当にこの地域で知多半島来たらぜひ野菜食べて、マジうまいから食べた方がいい。たかのこのナプキンのあれ、なんていうよだれかけ。よだれかけ、これ革新的じゃない。マイクで抑えるという、絶対落ちない。ほらイノベーション。みんなマイクで移動しなきゃいけないよ、これから。登場来ましたよ。もう全然量が違いますね。ハンバーグ。え？ハンバーグ。ステーキ。どうぞ。もっとでかかったけどね。何がも。レナがトイレ行ってる間に、たまたまレナがトイレ行ってる間に来たから。俺が半分食べておきました。うん。それは絶対に気づくよ。うわ、うまそう。これにかける。これ何だっけ？あれ。あ、じゃあこっちに入ればいいね。オッケー。そうしましょう。あ、美味しそう。おーおー。うまそう。うん、うまい。ヒレ、ヒレ脂がある。うまそう。柔らかい。超うまそう。うん、今久しぶりにこんなに美味しいのを食べた、ね、ない。ソースなしで、あ、でも塩で食べれるって言った。あ、塩、塩で食べるとうまいかもね。じゃあ 塩かけてみる。あ、こっちが粗挽きじゃない。ボロボロ、まあ、粗挽きだね、はい、かけたの子供。知らない。めっちゃ美味しい。
塩うまい。ネギが入ってて、ちょっと塩が足りなかった。あ、本当に。でもこのジューシーなハンバーグ自体がもう十分に味があるから。うまそう。ボロボロのやつ。めっちゃ肉汁出てきた。美味しそう。塩。それはちゃんと振って。こんなもんかな。いただきます。粗挽きだからなんかお肉食べてるって感じするね。そう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 。あ、本当だ。もうなんか切った感じが全然ちゃうわ。そう。いただきます。うんうん。もっとこうギュッと。挟まれ感がある。そうそう。あ、俺粗挽きのがうまいかも。さあ、ちなみに俺ね、ご飯にした。あのドイツは絶対にステーキにご飯がない。ステーキにご飯オプションがない。絶対パン。パン絶対パン。はい、すみません、ありがとうございます。そのバケットもパリパリで美味しそうね、うん、カリカリパン、カリカリガリで、ね、やってくれた。ちょっとこのハンバーグさ、こうギュッて押すとさ、見た見える、肉汁がギュッて、うおー、何を覗き見しとんねん何を人のハンバーグ覗き見しとんねんヒレ、だから焼き具合完璧じゃん。お塩で、もうハンバーグとステーキは両方美味しいけど、うん、まあ値段の差もあるけど、こっちの値段3倍美味しい。3倍ぐらいの値段、こっちの値段の3倍ぐらい、味も3倍ぐらい美味しい。タカさん、うまそう。こんなでかい一口じゃなくてもいいんじゃない。何ですか、ケチクソさん。 Yes、 いただきます。うまっ、やばっ。私のマジうまいよこれ。 だからそれあんまりタカが知ってほしくなかったかもしれない。おいしい、超うまい。ヒレハンバーグでいいでしょ。ハンバーグもうまいけどヒレのうまさ半端じゃないね。そう、3倍4倍ぐらいの美味しさある。マジうまい。これは普通のサイズだよタカさん。タカのが5倍ぐらいの一口だよタカみたいに食べるとすぐ全部なくなる。3口ぐらいなくなる。醤油、なんかわさび醤油、わさび醤油だね。それも日本にしかない味だよ。わさび醤油もさっぱりしてうまいかもね。おいしい。このわさび全然辛くない。このステーキ本当に最高だよ、ね、で野菜もまだ食べてないからちょっと野菜も、ステーキソースとかもめっちゃ合う。おいしい。やっぱりこの地域の野菜おいしい。何竹だったっけ。それはエリンギ。ああ。しいたけ、なめたけ、しめじだ、松茸だ。人のやつばっか食べるんだね。あ、ちなみにこれまだやってないよ。このハンバーグにステーキソース。あー、そう、お店の人が言ってたよ。そのハンバーグでこれ。これ一番おいしいかも。このソース。うん。玉ねぎで 甘いソースだもんね。まだ食べようとしてるよ。すごい食欲だね。食レポだからすごい食欲ですね。一見変えたかもしれない。これも美味しい。あ、こっちもうまい、うん、普通のハンバーグなんだろうね、食感がでも全然違うもんね、うん、もうステーキとハンバーグと粗挽きハンバーグ全部、ね、全然食感違う、ね、2人で来てこのメニューいいかもね。飽きない。社長さん、社長さん、yes. それ俺の分も残してくれるはずだよね。いやいや、タカの一口はこれの5倍だったから、タカの分はもう食べた人のハンバーグ、お餅といっぱい食べて人のハンバーグ自分のステーキも全部食べたら私のステーキが私のステーキ、タカのハンバーグが私のハンバーグ。これ何でいきますか。あ、ここにあるよ、胡椒。胡椒ちょっと振る。これも美味しい。このさ、甘い玉ねぎのさソースがめちゃくちゃ美味しいね。ハンバーグにもめちゃめちゃ。ハンバーグとハンバーグとこれがめちゃめちゃ美味しい、うん、お腹いっぱいになってきたね。あ、よかった。じゃあ私が、いや違う違う、レナがお腹いっぱいになってきたねって今聞いてるの俺がお腹いっぱいなわけないよ。俺まだ一口も食べてないからかわいそうに。レナが全部かわいそうに、かわいそうに。粗挽きだね、うん、やっぱり決めれない。どっちが勝つかは分かんない。両方勝つね。社長さんが交換してくれるって優しいから。たまには優しいんだね。ありがとう。お塩でいきますか。
何や何やこれ俺のいやそういうルールがないよ。塩がさっぱりしてうまい。何なんだろうねこの歯切れの良さと。さそれは知多牛の良さでしょやばいね。皆さん知多牛あんま知らないと思うけど、まあでも和牛でしょ、だから黒毛和牛じゃない、わかんないけど、わかんない、俺もわかんない俺もわかんないけど、いい和牛、ね、いい和牛、ここ数年で一番うまいぞ、このヒレ、もう取って帰りたい。あっちにあの入り口の方にこうでっかい冷凍庫が置いてあって、そこでステーキが買えるよ、うん、持ち帰りで。あ、本当だ、売ってる。で、自分の家で焼けるよ。売ってるよでも自分の家でうまく焼けないよね、多分ね。お店で何、フライパンにちょっとツッ終わり、もう一回ここに来ればいいよ。レナならやれますよ。まあ、うまいお店の焼き具合で食べたら絶対うまい。私のスキルにあの no, no. 信じてない。無理無理、残念ながら誰も信じてないよ。最後の野菜、じゃが、じゃがネギと、じゃがネギ、何じゃがネギって、だからじゃがいもとネギタレ、じゃがネギでしょ、じゃがネギ、これ人参ネギでしょ。もうプレートの上にほとんどない。見て俺の方もさ、もうあとヒレ、やめろやめろやめろ、返せ返せ、これ食べるなよ食べるなよ、オッケー、食べてほしくない、ここに OK ここに置きなさい、食べてほしくないならここに置かないと帰り道車に乗せますよOK 半分あげるよ、半分切ってるよ、あの半分知ってる、半分は今これさ、何信じられない、見てこ、これレナの半分だよ、見て皆さん分かります、1対2の割合です。しかもでかいことあったあんなにいっぱい、何それに今びっくりしたの、それにびっくりしたの、外国人と結婚しない方がいいですよ、それはでも分かってたよ、ね、ちゃんと気をつけてくださいよ、こうなりますよ将来、結婚する相手はちゃんと考えましょうね食べたではでは、美味しくいただけますね、このちっちゃい、うん、ちっちゃいちっちゃいかけら、素敵ちゃん、このかけらでも極上にうまいっていうのが分かる、はい、じゃあ優しいことはやってあげるよ、うん、ここにちょこっとのハンバーグ残ってるからそれ食べていいよ、もうお腹いっぱいなだけでしょ、うんうん、まあ、ハンバーグよりステーキだよ、飲み込むのがもったいないぐらい。タカはどっち、ハンバーグかステーキか、ステーキだよね、はい、見てなくなりました、レナの方もなくなって、食べる、あ、ハンバーグ最後ラスト一口、うん、うん、めっちゃ満足な、ランチとしては今シーズンナンバーワンランチでした、でしたね、あれこれは私のご飯だね、ステーキにご飯はやっぱり合いますか、合いますよ、うまいですか、めちゃめちゃ美味しいよこのご飯、そうだよね、ちょっと固めに炊いてあって、うん、美味しいよね、どんだけ食うのお腹いっぱいだけど美味しい人のご飯までやっぱり白いご飯美味しいね、そう、お肉と白いご飯は最高に合います。もう全部食べようとしてる、全部食べた、うん、少な残り少なプリンです、3種類から選べた、自家製プリンって言ったね、そう、杏仁豆腐、杏仁豆腐だけど中にさ、このフルーツがすごい入ってる、あ、下に杏仁豆腐があって上にフルーツがある、うん、非常にクリーミーな、めちゃくちゃうまい、めちゃめちゃ美味しい、ステーキ甘すぎない、そんなことない自家製ですごいね、そんなうまいプリンを作れるので、シルクみたいな感じ、あ、本当にめちゃめちゃなんもない、なんもない、なんてじゃあ食べてないじゃないなんもないなら食べてないじゃない空に飛んでる雲を食べてるみたいな感じ、おお、それうまくいったのかうまくいってないのか分かんないけどね伝わったかな、みんなに伝わってないと思うよあ、キャラメル出てきた、おい、キャラメルが出てきましたよ、下から、あ、あったんだね、うん、うん、めっちゃクリーミーだね、本当に口でこうとろけてくるね、シュワーって、そうだよ、うん、まっ、うん、なんもないって言ってるのが分かる、変に口に残ることもなく、そう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 、それスラーンってなくなっていくこの口どけの良さね、それ口どけの良さね、あ、オッケー、はいはい、高に上手です、はい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 
さすが、さすがタカチン。はい、もう一口食べていいって誰も言ってないよ、うん、クリーミーでうまいわ。そう、なめらかクリーミープリンって感じだね、名前つけるとしたら。なめらかクリーミープリン、かっこなんもないっていう。バイレナバイレナ取られましたよ。ネナが2つのデザート1人で2つ食べてます、この女。そこの女、この女、そこの女海賊だよ、もう。海賊みたいな女だよ。海賊女だ。これもめっちゃいい。珍しいよね、フルーツ乗っけてる杏仁豆腐ってね。これあんま、そんなことないよ。あ、そう。私はでもフルーツなしの方が好きだけど、これ好み、好みだね。そのままの味ね、うん、デザートまで最高だね、うん、これも甘くてクリーミーで美味しい。でもプリンの方が美味しい。もしかしてさ、全部食べたってことはないよね、社長さん。俺は見て、レナ社長に残すために残したけど、社長さん、もしかして最後一口全然食べておるよ、この女。皆さん、この女信じられますか。今、口の中に入ってますね、プリンが。そういうルールということは信じられませんね。知らなかった。お会計聞きましたね。はい、皆さんはこれはいくらだと思いますか。大体わかるよ、さっきメニュー見てたもん。はい、1万5000円ぐらい。ここまで行ってないよ。あ、行ってない。13,850円。あ、14,000円。14,000弱。1万円と確かレナの方が円ではお会計は、はい、タカのよろしくお願いします。タカのおごりだと思ってました。社長さんごちそうさまでした。イエス、美味しかったです。はい、ちなみにね、あっちにねバーベキュー場があるから、この黒牛の里がやってるバーベキューもできる。いいよね、いいね、ここ夏とかね。イエス、もう全然広々してて雰囲気いいし最高だね。しかも車めっちゃ止まってるから多分超混んでると思うよ、ね、はい、ということでこのご飯は本当に美味しかったので、皆さんは知多半島に来る場合はこちらのステーキハウス一回食べてみてください。黒牛の里、yes。 まあ、知多半島に住んでる人はほとんどの人知ってるね、有名だから。有名だから、そう、テレビとかでもよくやってる、ね、で駅ブログでも今から、はい、見ることができるから。え、意味が分かんない、はい、意味が分かんないね何も飲んでないのに、はいね、そういう言い訳もないし、ベロベロですね。違います、切れ食べてベロベロになりましたねということでこの動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。あの、皆さんは何を注文したいかぜひコメントで教えてください。ステーキか粗挽きのハンバーグか普通のハンバーグか、全部か。他にもね、いろいろあったもんね、メニューもね、うん、なんかだからぜひカレーとかシチューとか、ビーフシチューとかもあったし、ね、はい、ぜひ自分で来てね食べてみてください。はい、ということでこの動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。